寝ちゃってました。お腹空いたから肉まん食べますね。うんうん、赤い。暑いな、おい。今日あんま体調良くなくて寝てました。メールも送れなかった、ごめんなさい。ずっとこたつで寝てた。ヨコちゃんの卒業公演に行こうとしたんだよ本当は。合格感覚を体調悪すぎて行けなかった。マジみんなに755した時10時20分に起きた。まだだるって感じ。お腹いっぱい。前髪切った。ご飯はこれだけだね。適当にいつも食べ。今日初めてのご飯、なわけ。今日顔がなんか肉まんみたいにむくんでるんですけど、どうしたらいいですかね。こんな時はこれを飲もう。メリロート、いつもこれ飲むとめっちゃむくみなくなるから、いつもこれ飲んで
で今日肉まんみたいな顔してんのか。めっちゃブス、やばい。一重だし。一重っていうか、二重は全然違うし。これメロン味じゃないよ。めっちゃまずいよ、これ。なんでメロン、緑だから。ずっと寝てたから連絡が止まってるのよ。肉まんの中だけ食べたい。今日さ、今日すっぴんだからさ、スクショ撮らないでね、載せないでねっていう話で。しみた皮も食べた。なんかいっぱい。うん。南沙羅ちゃんって誰？検索してみよう。あー、猫猫か。最近めっちゃ出るよね。嬉しい、かわいい。マジでメール送るの寝ちゃった、ごめんね、みんな。すっぴんだよ今日。
熱はなしん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 です。泊まれちゃいな、寝起きだから待って、ギフトちょっと見てなかった、ごめんね。ギフトめっちゃ来てる来てる、ありがとうみんな。ロカミリさん、ナハハンさん、ピアノマンさん、バレッタさん、刀剣太郎くん、猫ママさん、アイマツさん、ピータさん、ノブさん、かっちゃん、ありがとう。ありがとう。お風呂入んなきゃ。嘘、脱水した？え、そんなにも早くない？見てみますね。まあ、まだだった。まだだでしたね。反映するまで時間かかんの？ここが痛いんだ。
黒毛和牛コース達成まで頑張る。そこそこ、寝癖の跡がついてお、焼肉達成した。やったー、嬉しい。みんなありがとう。えい、えい、えい、えい。
みんなたくさんギフトありがとね。嬉しい。もうゆっくりしたらってみんな優しい。ほんとメール送らなくてごめんね。お風呂入ってもう寝たいな。ね、そうだよ、明日歯医者だよ。やだやだ。12時、お昼の12時半から。みんなお昼の12時半頃ダイヤ気絶しないようにって願っててね。本当にやだ、怖い。初めて麻酔打つ歯に。また明日も配信します。コスプレ配信しようと思ったんだけど、明日結構予定入ってて、時間取れるときにしようと思うので、12月中にやりますね。達成したから。で、まだ荷物がもらってないので、劇場の届いてるコスプレとかだからまだねできないの。だから12月中にするね。今更だけど、最近天邪鬼バッターめっちゃ効いてるようだって。天邪鬼バッターって中毒性あるよね。30分したかな。30分はしたいな。じゃあ、あと1分くらい。じゃあちょうど読みますね。1位ひろかむりさん、2位わやまつさん、3位のぶさん、4位なははんさん、5位かっちゃん、6位ピータさん、7位ねこまんまさん、8位ピアノマンさん、9位ちんとさん、10位キャプテンアクアさん、11位プリンさん、12位としくん、13位ハーマーさんです。ありがとう。ありがとう。今日はメールも送ろうとしたんですけど、夕方ぐらいに寝ちゃって体調悪くて、横になってたらこたつが高くてここで寝ちゃって、さっき起きて10時半20分ぐらい、やばと思って急いでショールームやりました。ショールーム夕方くらいにやろうかなと思ってたのに。お風呂入って寝ます。今日明日12時半から配信なんで。
歯もきれいにしてもらうのホワイトニングも。インスタいいね、ありがとう。見てください。では皆さん、またね。ありがとう。バイバイ。